大丈夫ですか、ライフセット。うん、僕は。でも、ベルベットは。もう限界かもしれない。無理もないけれど。ライフセット、あなたは一旦私の中に避難してください。嫌だ。ですが、いつまたさっきみたいに。うん、分かってる。でも、僕が逃げ出したらベルベットはもっと傷ついちゃうと思う。だから、せめてそばにいたいんだ。ずいぶん頼もしくなりましたね。違うよ。悔しいけど、今の僕はベルベットのために何もできない。そんなことはありません。人は誰かがそばにいてくれるだけで救われる時があります。母を失った私もそうだった。エレノア、今はベルベットから目を離さないようにして3人で六郎たちを探しましょう。でも忘れないでくださいね。あなたのそばには私がいます。もちろんだよ。ありがとう。